日本法律学校。日本法律学校は、1889年、明治22年10月に設立された、私立法律学校。大日本帝国憲法公布に伴い、司法大臣、皇帝高級所所長であった、法典博こと、山田武氏が、日本の法律を研究し国運の増進を図る、目的とする学校の設立を目指し、同じ趣旨で、学校設立計画を進める。 法律学者らを全面的に支援して設立された。この項目では、後ろ見たる日本大学専門学校例準拠についても扱う。現在の日本大学の前身である私立法律学校である。現在の日大では、本校の設立認可がなされた1889年10月4日を大学創立の日付とし、この日は同大学の 創立記念日として継承されている。日大の学部、学科のうち法学部法律学科及び分離学部は、日本法律学校時代に、法学部政治経済学科、小学部、経済学部は、専門学校令順拠時代、旧制専門学校としての日本大学時代にまでの期限を遡ることができる。1889年、明治22年4月3日の、 日本法律学校設立主意書の主意では、外来,来の先進ヨーロッパ諸国の法学思想と、我が国固有の思想との融合調和を目指し、日本独自の法律文化を確立するため、法学教育の機関を創設すべき必要があるとし、主意書に記されている、創立目的を要約すると、日本の法律は新旧を問わず学ぶ、海外の法律を参考として、 長所を取り入れる、日本法学という学問を提唱するとした。近代国家の成立期、従来のように欧米法教育が主流の時代において日本法律を教育する学校として誕生した。本校は独自性を発揮することとなった。開校当初は、公転高級所の校舎を借り受けて、授業を行うなど、同所及び同所内に設立された国学院と深い関係を有していた。 また、設立当初行っていた夜間授業は最初に認可されたものである。1889年、明治22年2月11日に大日本帝国憲法が発布されると、法学会の中から外国の法理論は参考とし、日本の法律を中心に研究することを趣旨とする学校の設立を求める声が起こった。当時、初代司法大臣の任にあった。 山田明義は、日本最初となる、この憲法の施行に向け日本独自の法典研究と教育が急務であると考え、自らが所長を兼ねていた、皇典高級書内に国宝課を新設すことを構想した。また、同時期、山田とは別に、東京帝国大学教授、宮崎道三郎を中心とする、若手の法律学者らによって、日本法律を教授する学校の設立の計画が、 進められていた。これらを契機として、山田は宮崎や憲法起草者である金子健太郎ら法学者11名と協議し、新たな理念と思想を持つ法律学校設立のための設立用紙を次のように取りまとめた。一国法は日本固有の国体、民情、慣習、文化を根底として作られるべきであり、 この際日本古来の監修制度を見直すに、憲法をはじめ法律が多数制定されつつある現在、これを国民に熟知徹底するために、日本法律を抗議する3、日本法律として成立した法律を検討し、古来の精神、監修、制度の面から必要な改正の義を立てる4、同時に海外の法律もまた大いに研究し、我が国法学にし、持って日本法学を振り起こして、 国運の増進を図る。上記の設立用紙をもって1889年9月、東京府に設立許可が申請され、同年10月4日に設立が認可された。日本法律学校は、翌年の1890年9月、設立者の一人である、金子健太郎を初代校長に迎えて開けした。開校当初、本校は、公典高級所の校舎内に設置され、同所の校舎、 教室を夜間借り受けて、講義を行う形式をとっていたが、これは同じ年の1890年、皇典皇宮書内に、国史、国文、国宝を教授する、国学院が開校したことに伴い、当初の山田の構想に沿って同校において、国宝を専修し、法典研究にあたる部局として位置、付けられていたためである。一方、設立評議員となった山田昭義は、 設立時に示した改革理念による思想的影響に止まらず運営財政面を中心に様々な形で本校の設立事業とその後の学校の発展に大きく貢献した。彼の支援によって設立時には司法省から法律取調べ事業嘱託費の名目で5万円の過付がなされただけでなく設立後にも彼は文部省に対して 特別認可学校とするよう要請を行った。さらに彼は様々な近代法典編纂に関わり、日本における近代法の祖と称されていることから、本学の更新機関である。日本大学は役職上は設立評議員の一人に過ぎなかった。彼に学祖の号を与え、本学の歴史上特別な地位につけている。1892年11月11日。 被護者である山田が死去すると、資金難が予想されたため本学は、廃校も協議されるようになり、卒業生四十六名を送り出した八百九十三年七月の第一回卒業式の直前には、金子校長が辞職する隊となった。しかし卒業生の運動もあって本学はこの危機を乗り切り、八百九十三年十二月には、司法省指定学校とされ松岡康子はが、 第二大校長に就任し、学校経営を安定させることに成功した。そして1897年には、学術研究の機関紙として、日本法制人誌が創刊されるなど、法律学校としての定裁も次第に整備された。これらと、並行して1895年から1896年の高知移転、及び1896年12月の財団法人改装を通じて、 高天高級所からの組織的独立も果たした。当初法律学科のみを設置していた本学は、1901年10月に高等師範科を設置して単なる法律学校に止まらない総合大学への昇格を目指すようになり、1903年8月、日本大学と改称し、翌1904年に専門学校例準拠の高等教育機関となり、合わせて大学部に 政治家、商家を併設した。この時点では、制度上級生専門学校であった日本大学が、大学令による制度上の大学旧制大学に昇格したのは、1920年、大正9年4月16日である。本学の学祖とされる山田が創立に深く関わっている。設立時のコーチは、戦術の通り公天高級所のあった東京市。 高島地区飯田町、現在の東京都千代田区飯田町に所在していたが、山田没後の1895年10月に、神田区一橋通り町、現、千代田区一橋二丁目の大日本教育会内に、ついで1896年6月に落成した神田区三崎町、現在の千代田区神田三崎町の校舎に移転して、校天高級所から独立した。三崎町校舎は、 現在の日本大学法学部や日本大学経済学部などが所在する日本大学三崎町キャンパスに継承されている。旧伊田町校舎の所在地は現在日本大学開校の地の石踏みが混流されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。